サッヘルは最大幅1 0 0 0キロメートルの大状地帯でアフリカを横断し大西洋から航海にまで達する。サッヘル小王国は8世紀から19世紀にかけてサハラ砂漠の南側に位置する反乾燥草原地帯であるサッヘルに存在した一軍の中央集権化された王国や帝国のことである。国の富は砂漠を横切る交易路を管理することで生み出された。 国の力は、ラクダや馬のような大型の抱け物を保有することによっていた。これらの動物は、中央のコントロール下に大帝国を維持するのに、十分な速度を持ち、また、その過程で必要になる戦闘にも役立った。同時に、これらの帝国では文献化もなされており、支配下の都市は、かなりの自治権を有していた。サヘル諸国は南方には拡大できなかった。そちらには、 ボノ人とヨルバ人が住む熱帯高雨林地帯があった。サヘル諸国の基盤である騎乗をした戦士は、森の中ではほとんど無力な上に、馬やラクダがこの地域の病気に弱かった。マリ、ジェンネの泥のモスク帝国、または王国には、しっかりした都市と特色ある町が統合されていた。領土には人口密度の低い広大な土地も含まれたが、そこでは組織化の度合いは下がった。 人々は農業、畜産、狩猟、漁業、手工業を営んでいた。彼らは川に沿ってそして湖を渡って船を使い、短距離と長距離の交易を行い、彼ら自身の通貨を使用した。サヘルの諸民族、ありがとうございます。